中二の息子を置いてきましたのコーナーです。置いてかれたのは私、そして置いてったのは山田美代子実母でございます。はい、申し訳ございません。いやいや、居酒屋おびすけのおかみさんです。毎週謝ってもらってますね。仙台セリ鍋のバビスケは白く太い根っこ甘いよ。セリは体にとってもいい。その後は怪しい失楽園鍋よ。ワキワキワッキーの母ちゃんでした。さあ、このコーナーのみポッドキャストでいつでも聞けると。過去のアーカイブも聞けるんですよね、はい、あとインスタグラムの方ではね、バビスケの素敵なお料理がね載ってますから。さあ、ゴールデンウィークまででしたね、セリ鍋が。あとは失楽園鍋ということで、まあ鍋もそうなんですけど、これどうですか、セリ鍋終わった後ってどういう刺身とかが中心なんですか。もちろんほらね、お泉洋さんが美味しい美味しいって言ったメヒカリがなぜ美味しいかっていうと、はい、あれ福島のいわきから南三陸が一番取れるんだけれども、はい、深海魚なので、はい、上がってくる間にね内臓が溶けるって言われるようにね、うん、内臓がダメになるんですよ、はいはいはい、だから他のところはね内臓を取って、東京なんかだと頭まで取って出しているの。うちは親方の仕入れが上手なので内臓ごと食べれます。もしかしたら親方が潜って加えたら、食べたいって気になりませんからね。それでね、はい、うん、ぜひ皆さん。大泉洋さんが、のどぐろの旨みがあるって言ってくれたの。もうなんか最近食通なイメージありますからね。皆さん来てくれてね。で、この間ほら、スペインから、ハローハローって電話来たでしょ。はい。そして、英語があんまりできない中国人の方が新婚旅行で来たの。うん、それでやっぱ東北の温泉に行きたいっていうこととね、はい、それでその人に、その注文の深海魚っていう説明をしながら、うちの東北大のね、女の子が一生懸命注文取ってました。あら、素晴らしい。電話で受けたね、英語できる子がその日、休みだったのよ。あら。それでもやっぱりね、こう、携帯でちょっと単語見ながらね、説明して、ちゃんとね、注文取って、そしたら深海魚美味しいってね、スペインのね、若いね、可愛いカップルなの。それでスペインにも2年行ってて、はい、それで検索して、東北って検索したら、わびすがけが出てきたんだって。深海の東北だってまあ、そう、なんかもしれない、ね。中二の息子って言うと意外と。ああ、出たかもしれないね。まあでもね、何はともあれ、美味しいって言ってもらってよかったですね。ありがたいね、うん。で、一番はやっぱり円安よ。ね、海外の方多い ね。この間、狐村も行ってきたけど、本当に、ほとんど海外で。東京もそうだった。ねえ、うん、だから逆に日本から海外っていうとちょっと高いじゃないですか、うんうん、だから今ね近くのね八丈島とかさ、はいはいはい、なんかね国内のねいろんな沖縄の島とか ね、うん、そういうとこに行く方が多いみたいですね。ゴールデンウィークもそうだったみたいですよ、うん、沖縄といえば、うん、5月8日は、はい、ゴーヤの日なんですよ。え、そのままだ何する。だってまだゴーヤって出回ってない、なんか夏のイメージあるけど、いや年中もう出てます。あ、そうなんだ、うん、沖縄さんとかね。え、ゴーヤ食べられるの、わびすけで。ゴーヤ、うちゴーヤチャンプルしますよ、夏になってくると。あ、うん、それとほら一番さ、ゴーヤが有名になったのは、はい、ほらこの暑い日差しを、うん、グリーンのカーテン、はいはいはい、前はほら朝顔ぐらいでやってたんだけど、うん、朝顔のほしゃほしゃって可愛い葉っぱでは無理なのよ。で、ゴーヤ、ゴーヤはすごいもの。そうね。ごしゃごしゃごしゃってこうなるじゃない。ヘチマもそうですけどね。ヘチマ。でもほら、ゴーヤだと簡単に食べれるでしょ。なるほどね。うん。ヘチマは、たわしか。たわし作るのも大変だから、あれ。一番体にいいんだけど。ゴーヤもたわし作れそうな感じですけどね。ゴーヤはダメなの。ね、ダメなのね。繊維が残らないの。あ、そうなんだ。あれちょっと、立つとね、うん、可愛いゴーヤがね、ベロンと向けてね、中から妖怪変化の赤いベロみたいなのが出てくるの。はいはいはい。ま、クリオネの捕食シーンみたいな、ね。そうそうそう。本当にそういう感じでね。どんだけビジュアル皆さん頭にあるか分かんないですけど。怖いよ。ね。だからゴーヤは青いうちにとって。うん、あとね、でも鹿児島の方はね、はい、チャンプルにしないで、うん、こう、輪切り、千切りにしてね、鰹節かけて甘酢。うん、あら、それがやっぱりほら、暑い時にね、暑い時にすごくいいじゃない。だね。だからそういう風に食べるよって教えてもらったりして。あら、まあ、ゴーヤの日にゴーヤを食べようってはいいかもしれないですね。そうですね。はい。ということで。ゴーヤの話でした。